listening to Shibuya Cross FM. Blood Orange Records presents Singer-songwriter Songbox.皆さんこんばんは。3月29日木曜日パーソナリティを務めさせていただきますシンガーソングライターの花房真由です。さあ3月も後半に差し掛かりましたというかもう後半ですね。あとちょっとで終わりですけれども、先月は、ラジオに出た後から関東遠征が続いて、無事そのライブも終了して、そして3月に入ってやっとねちょっと春を感じれてるそんな日々を過ごしておりますが、皆さん楽しく過ごしておりますか？東京は桜が今綺麗だということなんですけれども、実は私はここ数日山梨県におりまして、山中湖っていうところでレコーディングに行ってたんですね。なので桜を見てないんですよ。綺麗なのかなどうなんだろうっていうのがちょっとすごいワクワクしてるんですけれども、ね、帰りにちょっと通りの桜通りというか、見れたら嬉しいなと思うんですけれども、いろんな場所で桜が綺麗に咲いて、そして同時に別れの季節でもあって、私自身も、この3月に卒業をしまして新たな、スタートだなと感じているんですけれども、大阪でもたくさんライブをしてきて、何があったかっていうと本当に事務所企画のイベントだったりとか、あとコンテストなんかもあったり、いろいろ自分の中で学ぶことが多い3月だったなと思うんですけれども、こう悔しい思いも全部自分の成長の糧にしていけるように、4月もそして3月の残りも、精一杯頑張っていこうと思っております。ちょっとだけ喋ったんですけれども、この山中湖のレコーディング素晴らしい場所で、まず私山梨県に行ったことがなかったんですね。もう自然豊かで、もう鳥の声がすごい聞こえるんですよね。で、富士山がすごい綺麗に見えて、富士山をあそこまで近くで見たのは人生で初めてだなと思うんですけど、もう掴めそうな富士山と、そして川がね、川じゃないわ、湖だ山中湖があって、すごいロケーションだなと思いながら、で最初に撮った場所がですね、音楽神社っていうのがあって、ちょっとレコーディングする前にお参りをする場所みたいなのがあって、ちゃんと賽銭箱とピアノのね、こう音楽神社って書かれてる石なんかもあって、あすごいなと思いながらそこでお参りして、で無事終えてきたんですけど、このラジオの直前まで、直前って言ったらあれですけど、普通に夕方までレコーディングしてたんですね。で終わってダッシュで、渋谷に向かってきて、今生放送なんですけれども、今日噛まないかなと思ってね、私もすごい頬のマッサージをしたんですけど、噛みそうだなどうやらと思いながらも、一生懸命楽しみながら届けていきたいと思います。このレコーディングした音源はですね、6月23日に江坂ミューズという大阪なんですけれども、大阪のライブハウスで、ワンマンライブがありまして、そこから発売になります。そして今年は初の東名阪ツアーも決まっておりますので、ぜひとも、今渋谷でラジオを聴いてくださっているあなたにも、この CD を届けていきたいと思っております。情報解禁までもうしばらく、お待ちいただけたらと思いますので、花房真由のホームページもしくはツイッターなどを追いかけていただけると、最新の情報を見ていただけます。さあ今日も生放送でお届けしているわけですけれども、後ほど皆様からのメッセージをもとにテーマをお届けします。今日のテーマは春だなと感じる瞬間です。やっと春が来たもんですから私は嬉しくてこのテーマにしましたけど、春がねちょっと花粉症で苦手だっていう方も中にはいらっしゃるかもしれないんですけれども、私は大好きな季節なので、皆さんは何をもって春だなって感じるのかなっていうのをちょっと聞かせていただけたら嬉しいです。参加方法は簡単、メールは info@shibuyacrossfm.jp、 メールは info@shibuyacrossfm.jp までお送りください。ファックスは
03-6416-9528、 ファックスは03-6416-9528までお送りください。またツイッターでの参加も募集しております。ツイッターで参加してくださる皆さんはハッシュタグをつけて投稿してください。ハッシュタグはひらがな4文字まゆらじ、まゆらじです。はい、皆さんの春だなと感じる瞬間、どんなことでも大丈夫ですのでぜひお待ちしてます。さあ今日も楽しい時間をお届けできるように頑張っていくわけですけれども、20時50分まで果たして私はカミカミタイムをなく終えることができるのか、そこにも注目して、楽しんでいただけたらと思います。では早速自己紹介代わりに花様への曲を1曲お届けしたいと思います。動画で、見てくださってる皆さんにはミュージックビデオでお届けです。ラジオで聞いてくださってる方は後ほど花房まゆ You Can Fly で、調べていただけるとミュージックビデオを見ていただけますのでぜひご覧ください。それではお届けしましょう。花房まゆで You Can Fly。 お聞きいただいたのは花房まゆで You Can Fly でした。歌で一曲自己紹介をさせていただいたわけですけれども、言葉でも少し、自己紹介をさせていただきます。私花房まゆは現在大阪に住んでおりまして、関西を中心に活動しながら名古屋や関東にも歌いに行こさせていただいております。2018年はですね、より関東に歌いに来られる機会が少しずつ増えていて、もっともっと多くの方に声を届けていきたいなと思っているわけなんですけれども、目の前にいる一人一人の背中を押せる歌を届けていきたい、その一心で活動しております。3月に大学を卒業しまして、何が変わるっていうわけではないんですけれども、自分の中で気持ちをより強く持って、頑張っていきたいなと思っております。4月は、ね、新しい季節だなと思うので、なんだろう、自分も常に上を目指して何事にも挑戦していく気持ちを忘れずに頑張っていきたいなと。そしてラジオでね、私を知ってくださった方にライブ関東のは行くよって、そう言ってもらえるようにですね、いろんなところから私に興味を持っていただいて、もっともっと、輪を広げていける新年度にしていけたらなと思っております。さあここでですね、関東のライブをお知らせしようと思うんですけれども、近いのが4月の18日ですね。18日、渋谷ジージというところで、ライブがございまして、今日がねここ渋谷のスタジオで生放送してるんですけれども、そこから10分も歩けば着く、10分もなくていけるかなっていうぐらい近場で、ライブがございます。この日は夜なので、ぜひお仕事帰り行けるよっていう方は、予約フォームから、送っていただけるととっても嬉しいです。そして5月の12日、13日には名古屋になるんですけれども、栄南音楽祭っていう大きな、ライブのイベントがあるんですね。観覧無料でいろんなところを見ていただけるんですけれども、その、南音楽祭にも今年も、出演させていただくことが決定しております。2度目なので去年よりもっともっと花房まゆ湧いてるなっていうところをね、たくさんの方に、届けていけたらと思いますので、ぜひこちらもちょっと気になるっていう方はこのライブからでも、お越しください。そしてその次の日ですね、5月の14日に、初めましてなんですけれども、代官山ループという場所に、出演させていただくことが決定しております。代官山っておしゃれな街ですよね。私聞いた時に、代官山ってあの代官山ですかってなって、おしゃれな 町並みのところですかって言って、それ確認しちゃうぐらいおしゃれなイメージがあったんですよね。そんなおしゃれな街で、歌を歌わせていただきますので、これも初めてなのでちょっとドキドキするんですけれども、ぜひ皆さんにお越しいただいて一緒に、楽しんでいただけるととっても嬉しいです。そして、その2日後ですね、5月の16日に、横浜オーサイトに出演させていただきます。横浜は2017年もたくさんお世話になったんですけれども、本当に、ちょっとずつちょっとずつ花様に知ってるよってなっていただいてるので、これからね、横浜行くときは行こうそう思ってもらえるようにまだまだ頑張っていきます。
5月の16日が横浜オーサイトですね。そして、6月23日が江坂ミューズで、ワンマンライブがあるわけなんですけれども、その日を皮切りに、名古屋そして、関東の、東名阪ツアーということで、ちょっとこの情報はですね、もう少し待っていただいて、チケット予約などに関しましてはあと少ししたら公開できると思いますので、その日を楽しみに、しててください。日程だけお伝えすると、名古屋は7月の8日のお昼ですね。そして関東が、8月の5日の夜です。なのでこの曜日じゃないわ、日付だけ、チェックしていただいて、もうその日にはもうガンガン盛り上がっていただいてね、え楽しみだなと思うんですけれども、今日レコーディングしてきた音源を連れて回るということなので、まだ3月かと思うんですけども、多分あっという間に来ちゃうんじゃないかな、夏も、春ってすごい短く感じるじゃないですか。春だなと思ったらもう暑いなって言って、夏が来たなって言って、そしたらもう寒いなとかなってすごい早い中ではあるんですけど、その一瞬を一緒に楽しめたらなと思ってますので、ぜひ予定をチェックしていただけると嬉しいです。はい、それではここからですね、ギター弾き語りでライブのように2曲続けてお届けしようと思うんですけれども、今日持ってきたのはですね、1曲春をイメージした、新曲をお届けしようと思います。そしてもう1曲は、お楽しみということで、1曲目はパステルチューンという新曲なんですけれども、この別れの季節に、あ、私この人のこと好きだって気づいてしまうことってあったりするんじゃないかなと思うんですよね。今まで大切さに気づけてなかったけど、別れが教えてくれるこの愛しいという気持ちみたいな、そんな、女の子のちょっと切ないながらも言葉を伝えようとする、甘酸っぱい気持ちを書いた曲です。それでは、ここから2曲続けてお届けします。パステルチューン。伸びてきた前髪の隙間から見えたのは、昨日までと少し違う色をした世界、パステルチューン。
はあのキャッチボールうまくできなくて、桜が綺麗だね伝えたいことは、そんなことじゃない春風よ届けて、切りすぎた前髪気にもせずにそっと胸に手を当てたら、息を吸い込んで叫ぶのずっとずっと好きです、ああ春の風が二人を包んで、君が私の手を引いた、揺れる前髪君の隣、パステルチューパステルチュー、ああルルルルルルないできた夢が静かに幕を下ろした、終わりのあいつがやけに響く、嫌になるほど走って口をこぼしたくても、一つの夢を追いかけてきた、どんな困難が訪れても君なら乗り越えて行けるよ、押し寄せても君
だ。ありがとうございます。お聴きいただいたのは花染めの春の新曲パステルチューン、そしてその後に扉開けば2曲続けて聴いていただきました。この新曲はですね、春をイメージしたので、これからね、夏が来るまではライブ会場限定で、お届けしていこうと思いますので、ぜひ、ライブに足を運んでいただけると嬉しいです。そして、扉開けばはですね、昨年の8月末に、リリースしたんですけれども、この時期に聞くとすごい卒業の歌とも取れるなと、最近自分で思っておりまして、またね、新たな日々を頑張る皆さんに、届けたいと思ってこの曲を選びました。この扉開けばはですね、全国発売しておりますので、お近くの CD ショップまたは、ネットでも購入していただけます。音源どんな感じかな、バンドサウンドはどんなのかな、そう思ってくださいました方がいらっしゃいましたら、ぜひとも、購入してください。さあ、2曲お届けしたわけですけれども、ここから皆さんと一緒にこのコーナーに参りましょう。お便りのコーナー。さあ、たくさんお便りをいただいておりますので、皆さんと一緒に作り上げるコーナーに参りましょう。今回のテーマは春が来たなぁと感じる瞬間ですけれども、さあどうかな、皆さんのメッセージどこからかな。お、じゃあこれから読んでいきましょうか。ラジオネームひでさん、あっという間に桜の見頃も過ぎ去りそうな勢いですね。まゆさんこんばんは。こんばんは。え、東京もう終わっちゃうの？本当？私今日見なきゃもう見れないかな。ちょっと見たいね。早速今日のテーマが春を感じる瞬間ですが、ネガティブですが花粉症の症状が出た時です。対処策はあるにしても感知する未来はあるのだろうか。大げさかなと。では今年は春短そうなので、例年より、あ、でもか、でも今年は春短そうなので例年よりはいいかも、どうかなって。あ、私は花粉症じゃなかったみたいで、この間の放送で言ったかな、ちょっと花粉症かなと思うね、あの鼻がちょっと痒いなみたいなことがあったんですけど、あ、違うなって思いまして花粉症っていうのはもう一回なるとなる、ずっとなるのか、それともいきなりこう今年はなったけど来年はならないみたいなのがあるのか、ない、もうずっとずっとなんですね。そうか、じゃあちょっと花粉症が来たら、あ、春来たなこの野郎っていう感じで春を思い知るっていう感じですね。ありがとうございますまあいいね、気づきではないけどね、だけど、まあ、春は予感できるというか察知できるってことですね。ありがとうございます。さあ続いて、ラジオネーム、京都府の福さんよりいただいております。桜の季節に花房さんの元気あふれる曲を聴くととてもハッピーになりますと。私は一年中花見気分ですと。大丈夫か一年中花見気分だったらね、ちょっとほろ酔いで踊ってそうですけどね。これがあったら春だっていうよりはもうずっとウキウキしてるっていうことですかね。ありがとうございます。私の曲を聴いてハッピーになってくれてるということで嬉しいですね。ありがとうございます。さあ、続いてまいりましょう。ラジオネーム種まきさん、まゆさんこんばんは。こんばんは。職場が九段下なので東京屈指のお花見スポット千鳥ヶ淵がすぐ近くにあります。お、この時期は花見客が多く訪れるので近所のコンビニからお弁当がほとんどなくなってしまいます。非常に困ります。春だなと感じる瞬間でした。困っちゃうねそれね。お昼食べに行こうと思って職場からね出たらないってねまあ花見の人がね
外で食べたい気持ちもわかるから何とも言えないですけど、ちょっとね、もっと仕入れてよって言わなきゃいけないですでもあの桜がね咲いた瞬間がもう職場の近くということは毎日のように見れるということで、1週間ぐらいですか、すごい綺麗なね景色を見れるということですね。ありがとうございます。いいですね。さあさあ次に参りましょうか。ラジオネームサフランさん、こんばんは。こんばんは。春を感じる瞬間、それはやはり花粉症の症状が訪れた時でしょうと。でも今年の私は症状が出始める少し前から医者に通い、薬を飲み始めたせいか例年ほど症状はひどくないよと思いますと。やっぱり花粉症が来た。そうか、花粉症の方からしたらそれでしかあれなのかな、始まりはもうそれなのかな、絶対もう来たぞってなるのかなでもお医者さんに通ってたからちょっとだけマシということですね。の方法どうなんだろう。今年の花粉自体が弱いっていうのはないですか。ない、きつい、あきついみたいですね首をかしげてらっしゃったので、そうかきついのか。じゃあ対処策としては薬飲むしかないのか、なんか発明されないかな、花粉症ブロック、もう完全ブロックできるようなないかな。そうね、ありがとうございます。ちょっとマシということで、ね、安心しましたけれども、ラジオ聞いてくださってるかな、お大事になさってください。さあ続いてまいりましょう。ラジオネーム松吉さん、こんばんは。いつも楽しく聞いてます、ありがとうございます。今回のテーマはやっぱり花粉症ねくしゃみとかね、そういうのがあって、あ、突然ですって。この松吉さんは突然発症した。15年ぐらい前にくしゃみしすぎて腰に来てしまいヘルニアになりまして、やばいね病院で検査すればどの花粉アレルギーなのか分かるので、あ、もし花粉症と思ったら見てもらってみてはいかがですかと。あ、そうか、花粉にも種類があるってことですね。こう、なんだっけ、杉みたいなね、よく聞くやつとか他にもいろんな種類があって、それを診察もしてもらえるということですね。それが分かればちょっとどうなんだろう、薬も違うのかな、一緒か、それはさすがに一緒かなありがとうございます。まあちょっと花粉症の方が多くて、ね、ちょっとかわいそうというか申し訳ないなと思うんですけれども、このテーマにしてね、皆さんがきっと困ったでしょう、花粉症だよ俺はってねありがとうございます。さあ続いてまいりましょう。ラジオネームハイティーンさん、まゆさんこんばんは。こんばんは。ご卒業おめでとうございます、ありがとうございます。春だなと感じる瞬間は外で暑くて防寒着を脱いだ時、和菓子屋で桜餅を見かけた時、ハイカラさんの集団が目の前を通った時。ああ、そうですね、アウターいらないんじゃないかなっていう季節になってきたら、もういよいよ春だな、ちょっと一枚脱ごうかなってなったら、これは春ですよね、うん、で、桜餅ってずっと売ってないの？私これ今までずっと売ってると思ってました。この時期限定なのかなのかな、ちゃんとした和菓子屋さんはそうかもしれないですね。はぁはぁはぁ、あ、そうかな、あの桜の葉っぱがくっついてるじゃないですか、あれを食べる派食べない派でもねちょっとこうできそうなんですけど、食べる食べないで、私は食べるんですけど、あのちょっとしょっぱさが良かったりして、うん、どうかな、皆さん食べる？私は食べますよ。さあありがとうございます。じゃあちょっと和菓子屋さんで桜餅食べましょうかね、うん、買って食べたいですね。というながら25日かライブの、あ、24日かな、ライブの日にいただいたのがあって、そうそう、なので食べましたね、もう一回食べたいね、はいさあ続いてまいりましょう。ラジオネームガミオさん、お、たくさん、暖かくなったり寒くなったり、いわゆる三寒四温、読み方合ってるってやつですかねと、服装のチョイスを間違うことも多かった季節ですが、4月もすぐそこですねと。春だなと感じる瞬間は、日本人なら誰しもがすぐにイメージする桜はさておき、
会社の人事異動の内事が回り始めることですかね。ああ、そうか。そうですよね。この時期は別れの季節って言いましたけど、会社でもそういうのがあって異動だったりとかね、えあるんですね。あ、じゃあそれが回り始めると春来たなということですね。ほうほう、そっかそっか、ありがとうございます。じゃあねえ、今年はどんな状態になるか、もう出てるかな、ワクワクなのかドキドキなのか、しながら待ってるということですね。ありがとうございます。さあ、ツイッターでもですね、たくさんいただいておりましたので、ちょっと読んでいきましょうか。どこかな、あ、ありましたね。ではラジオネームはアンマさんですね。春だなと感じるときは桜の話題が出てきたとき、もしくは野球が好きなのでプロ野球や高校野球の話題が出てきたときですねと。そうですね、野球か、そっかそっか。野球は私あんまり詳しくないですけど、これからの季節に開催されるから、その話題が出てきたら、あ、来たな春っていうのを感じるってことですね。ほうほうほう、ありがとうございます。さあ続いて、ラジオネームニッポリンさん、まゆさんには共感してもらえそうだけど、春のお菓子が出てきた時かなと。ここでも桜餅、よもぎ大福、パッケージに桜のデザインがあったり、やっぱり食から季節感じますよね。感じますね。あのスターバックスで桜が出てきたりしたら、こう来たねってなったりね、こう食べ物で気づかせてくれるみたいなところありますね。ありがとうございます。さあ、どんどん参りましょうか。ラジオネームアンデューさん、春だなと感じる瞬間は自販機からホットコーヒーがなくなってるのを発見した時。え、早くねって文句言ってる人もなんかニコニコして春が来たの嬉しそうだし、なくなるっけあれ、ちょっと少なくなったりするのかな、ホットコーヒーがアイスになっていって。そうかね、ホットさすがにいらねえよってなるんですかね。ありがとうございます。そうね、確かにホットは飲まないかもしれない。ありがとうございます。さあ続いて、ラジオネームミッターマイヤーさん、今回のテーマは春だなと感じる瞬間ですが、やはり花粉症ですか。目が少しでも痒くなったり、鼻がグズグズしてると、あ、春だなと感じますと。あ、やっぱりマスクと目薬してちょっとマシだって言ってますね。これは今年がっていうよりは皆さんが対策をしたってことなんでしょうね、きっとね。じゃちょっと辛い時期もあと少し乗り越えればね、乗り越えた頃にはもう夏なのかな。皆さんずっと春はしんどいのかもしれないので、ちょっと皆さんね、花粉症の意見をくださった方はちょっとお大事にしていただけたらなと思いますけれども。さあ、次に参りましょうか。ラジオネームサクサクさん、大阪に来てから感じてますが、桜が満開になったら感じますね。あ、北国では5月にならないと桜が咲かないので、3月の桜はまだ少し違和感を感じますけどね。そうなの？え？ 5 月なの？そっか、私はもう完全に桜はね、この3月の終わりから4月の入学式あたりに咲いてるか咲いてないかみたいな感じでしたけど、そっか、寒いとこではね5月になったら咲くんですって。でもそれ一つ学んだのが、昨日と今日か、山梨県に行ったんですけど、そこでも咲いてなかったんですよね。あれ、なんで咲いてないのと思ったけど、そういうことなんだ、寒いからですね。はぁはぁはぁ、そっかそっか。いやー、なかなかたくさんいただきましたけど、すべてご紹介できましたでしょうか。ちょっと読めてなかったものがあれば申し訳ないんですけれども、本当にいろんなところで感じるということですね。私が春を感じる瞬間っていうのは、実はその今日なかったんですけど、お花がね、雑草っていうんですか、お水をあげて咲いてるというよりは、勝手にこうそこら中からお花が咲いてくる瞬間だなと思うんですよ。なので散歩をしてたら、あ、お花、あ、お花って見つけられるのがすごい幸せなことだなと思ってて、自分の名前にね花が入ってるからか、すごいお花が好きなんですけど、あ、こんなお花あったんだ、あ、すごいな、コンクリートから出てるじゃんみたいな、そういう発見をするのがすごく好きで、だからね、ちょっと皆さんも散歩をする機会が増えるんじゃないかなと思うんですけど、そんな時は道路の
橋とかに意外とお花が咲いてたりするので、ちょっとした幸せを見つけてみてほしいなと思います。そして、風を感じながら歩くっていうのが好きなんですね。私はこれは春の風っていうのが私の中にあって、今うんうんって言ってくださってるんですけどね、ちょっとこれ分かってもらえないことも多いんですけど、行ってきますってドアを開けた瞬間ですよ、春の風だってこう感じる瞬間があって、これをバカにされる時とうんうんって言ってもらえる時があるんですけど、本当にねふわって包み込むような感じなんですよね。こうなんだろうな、自分がシャボン玉の中に入ったみたいな感じ、ひゅんって、これねちょっと伝わってるかな、大丈夫かな、ちょっと不安なんですけど、こう春の風がね暖かく自分を包んだ瞬間っていうのがすごく好きで、もうあの季節的には始まりの季節は私は苦手なので、4月っていうとね、学校でいうとまた新学期が始まってちょっとドキドキというか慣れないこの季節だなって嫌になることも多かったんですけど、それでもそれ以上にこう景色の綺麗さだったり暖かさがあって私は春が一番好きなので、ちょっと皆さんはねこれから歩くときはお花見つけたりだとか風をね感じながら歩いていただきたいなと思います。たくさんのお便り本当にありがとうございました。全てご紹介できなかったかもしれませんがご了承ください。コーナーに参加していただき本当にありがとうございます。それでは次のコーナーに参りましょう。おすすめのコーナー、はい、今日はですね何をおすすめしようかなと考えたんですけれども、私がここ1ヶ月半ぐらい、毎日やってることをおすすめしようと思いまして、何をやってるかっていうと体幹トレーニングを始めたんですよ。これが私続かないタイプで三日坊主だってすごい言われてて、確かに自分の興味あること以外続かないんですよね。で興味を持とうと思って一冊本を買ってみたら興味が出るんじゃないかなと思って、1週間で腹、お腹のね腹をへこます体幹力トレーニングっていうね本があったんですよ。この本イラスト好きでこう教えてくれてて、それも値段が600円というお手軽さだったんですよね。こういうのはね今ネットで調べても出てくるから買うのもったいないかなと思ったんですけど、一冊持ってると自分にこう気合を入れられるなと思って、でお手軽な値段だったので1個ゲットしたんですよ。そしたら毎日こう続けるのが楽しくなってきて、最初ストレッチから入るんですけどね、ストレッチをこう 1,2,3,4,5 ってこうやって、その後に体幹トレーニングをするんですけど、もうプル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 するわけですよ、体がプル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 っとしながらも、それを2週間ぐらい続けた時にはもう歌を歌うのがすっごく楽になってたんですよ。で、その時期ぐらいに来てくださるねファンの方にも、最近歌の芯が太くなりましたねって言ってもらったりして、あ、気づいてもらってるのかなと思ったりしたんですけど、明らかに効果が出てるように感じますね。皆さん歌を歌う方じゃなくても、ちょっとね体調を壊したりしがちなんだよなっていう方はちょっとやってみると、もしかしたらなんかこう強くなったりとかするのかななんて思って、あとはねちょっと むちゃくちゃきつい運動っていうんですか、もう走るの何キロやろうみたいなのは多分ね好きな人じゃないと続かないんですよね。ちょっと今日寒いからやめちゃおうかなとか、こう妥協してしまいがちなスポーツってたくさんあると思うんですけど、この体幹だったら本当にちょっと2分とかでも別にいいわけなんですよね。あ、今日やったって思えばいいわけなので、そのちょっとの時間を運動してみませんかっていうことで、今日はおすすめを、してみました。皆さんもぜひ、この体幹トレーニングの本を買って体幹してるよっていう時には、ツイッターなんかでね、マユラジで紹介してたあれやってますって書いていただけたら、私も見れますので楽しみにしております。さあ、そんなおすすめもしましたけれども、早いですね、もうこんな時間、50分間が最近あっという間に感じていて、あれ50分ってなることが多いんですけれども、そろそろお別れの時間がやってまいりました。
シンガーソングライターソングボックス、本日はシンガーソングライターの花房まゆがお届けしてまいりましたが、皆さん楽しんでいただけましたか？もうね、何回か噛んじゃったけどなんとかここまでやってまいりました。レコーディングが終わってね、飛んできたけど楽しいのは楽しいね。やっぱりちょっとお腹が空いてきましたね、この時間は。はいさあ、途中でね、ちょっとこちらの、関東のライブハウスのお知らせをしたんですけれども、もう一度だけ、日程をおさらいしておきたいと思います。4月の18日が渋谷ジージという場所で夜ライブがございます。そして5月の12日、13日は、名古屋ですね、栄南音楽祭、こちらは観覧無料の、イベント、フリーイベントになりますので、ぜひたくさんの方に、聞きに来ていただきたいです。そして、その次の日5月の14日が代官山ループという場所でライブがございます。こちらは初めましてなので、ぜひ駆けつけをよろしくお願いします。そして16日ですね、横浜大祭とにてライブがございます。4月5月は、近いところでいうとこの辺が、関東に来る予定なんですけれども、また名古屋にはたくさん、チャレンジっていうのがあって、アスナルチャレンジっていう、こうなんだろう、8回ですね、名古屋のアスナル金山という場所で8回歌うんですけど、その8回で、You Can Fly を150枚、売ろうっていうね、挑戦をするので、たくさん名古屋には行かせていただきます。その機会でもぜひ一度でも応援に駆けつけていただけるととっても心強いなと思うんですけれども、あっという間の春が過ぎ去りそうなので、私も大事に一日一日頑張っていきたいなと思います。大阪では近いところでは、あさってですね、31日3月の最後の日は、昼夜と、神戸でライブが、神戸だっけな、あ、兵庫かでライブがありますので、ぜひそれも気になったよ、もしくは動画で見てるよっていう方は、ぜひその日にお会いしましょう。そして6月の東名阪ツアーは、6月からですね、6月23日が大阪江坂ミューズ、そして7月の8日がお昼が名古屋で、8月の5日夜が関東でございます。はい、ぜひ楽しみにしててください。またですね、チケット発売予約開始時期はお知らせしますので、ツイッターやホームページからチェックしてください。そして4月5月の、今言ったライブはホームページのコンタクトという場所から予約も受けたまっておりますので、ぜひとも来てくださいね、生で声を聞きに来てください。さあ、今日のパーソナリティは花房まゆでしたが、また来月4月どうだろう、もう桜散っちゃってるよね桜散ってると思いますけれども、あったかい季節の中でお届けしますので、その時にはぜひ、聞いていただけるととっても嬉しいです。あっという間やったなここで大阪弁が出るっていうね、本当にびっくりするぐらいあっという間でしたけれども、皆さんのメッセージがたくさん届いてたおかげで、今日はよりあっという間に感じたんじゃないかなと思います。このテーマもですね、毎回、2日前ぐらいかなには、ツイッターで告知をしておりますので、次回のテーマどんなかな、またチェックしてください。それでは最後までお付き合いいただきありがとうございました。またお会いしましょう。皆さん、3月最後も頑張ってね。